ローカルクマリの一人、ドゥルガークマリは、ネパールに住む、生きた女神である。サンスクリット語で、少女、少女を意味する。密教女神、バジラデビー、ヒンドゥー教の女神ドゥルガーが宿り、ネパール王国の守護神である女神タレジュやア,アルナプルナの生まれ変わりとされており、国内から選ばれた、満月生まれの仏教徒の少女が所長を迎えるまで、クマリとして役割を果たす。 中には、所長がこず、50歳を過ぎても、くまりを務めているケースもある。首都カトマンドゥのくまりの館に住む、かつては、国王もひれ伏したロイヤルくまりが最も有名であり、国の運命を占う予言者でもある。くまりという場合、おおむねロイヤルくまりを表す。ネパール国内各地の村や町にも多数存在する、くまりは、ローカルくまりと呼ばれている。 先々代のロイヤルクマリは2001年7月10日に当時4歳で選ばれたプリーティシャキャ。先代のロイヤルクマリは2008年10月7日に当時3歳で選ばれたマチナシャキャであった。2017年9月29日にトリシュナシャキャが3歳で新しいロイヤルクマリに選ばれた。9月に行われるインドラジャートラーの大祭ではクマリが主役となり、 王が、クマリの元を訪ね、ひざまずき祝福のティラカを受ける。顔は、額から鼻筋にかけて赤い化粧が施されている。クマリ・デビークマリは、所長前の幼い少女から選ばれ、その中から多くの条件が課される。これは、チベット仏教の活物であるダライラマやカルマパラが、選定されるプロセスに似ている。家柄は重要であり、ネワール族の仏教との僧侶、 金イクシカーストのサキャの生まれでなければならない。以下は32もある条件の一部である。また、身体的には怪我の跡や不自由な箇所がないことも条件であり、動物の頭部が並べられた暗い部屋に閉じ込められて耐えることも必要とされる。国や国王,王との先制術における相性が良く、これらすべての条件。くの館を出るクマリクマリの館クマリは絶大な。 力を持ち、幸運をもたらすとされており、多くの人々からの信仰を集める。日常では、人々の病気の治療、願望を叶える祈願をする。くまりを称えるインドラ・ジャートラーの祭りでは、出しに乗りカトマンドゥの街を巡り、人々の繁栄と成功の力を与える。予言者としては、役人や政府のもとを訪れて、供物を受け取り、様々な予言を行う。 クマリの行動と、その意味は、以下のようなものである。もし、クマリが静かな状態であれば、依頼者に安心をもたらす。詳細は、クマリの館を、参照市とかトマンドゥのダルバール広場の一角に、クマリの住まいであるクマリの館があり、自重たちに囲まれて暮らす。特別な儀式以外には外出はせず、クマリの館の中で生活をする。学校に行くことも、 不可能なために勉強は、館の中で行い、友人と遊ぶこともある。観光客などは、受付で配管料を支払うことで、中庭や窓から顔を出すマりを数秒間、配んできる。役割を数年間から10年前後務めた後、マりは退任する。退任の契機となるのは、所長や入試の生え変わりなどの出血であることが多く、マりとしての神聖さや霊力を失ったと。 判断される。新人のくまりを迎えて、退位の儀式を終えた後、熊りだった少女は実家に帰ることが許され、普通の少女として生活することになる。退任した熊りには、毎月7500ネッパールルピーの恩給が支払われる。熊りの持っていた、神秘性と関連して、元、熊りの女性は幸せになれないあるいは、元、熊りの少女と結ばれた男性は創生しやすいといった。 続説が、ネパールでは長い間信じられていた。1991年までの7年間、ロイヤルクマリを務めたラシュミラ・シャキャは、ジデン・フロム・ゴッテス・ツー・モータルにおいて、元、クマリのそのような神秘性を否定している。2002年に、NHK の番組、アジア人間街道で、クマリのその後の人生を追跡した、ドキュメンタリー番組が制作された。2018年に、 NHK の番組、少女が神になる時で2017年の新旧、まり交代を交え、熊離信仰とネパールの人々の現在を紹介するドキュメンタリー番組が放送された。2007年3月にカトマンド郊外のローカルまりが無断で渡米したことで、熊離の座を解任された。社会から断絶された熊離の状況は、幼児虐待や軟禁状態にあたると、 人権擁護団体から非難の声も上がっている。2006年、ネパールの最高裁判所は、クマリの伝統が人権侵害に当たるか政府に対し調査を命じた。2008年8月18日、最高裁がクマリの人権について判決を出した。判決は、クマリが子供の権利条約の保障する子供の権利を否定されるべき根拠は、 歴史的文書にも宗教的文書にもないとし、くまりには教育、行動、食事の自由などが認められるべきであるとした。ネパールの王政は2008年に終わって連邦共和制国家へ移行した。王政崩壊前後に政局を主導したネパール共産党、もう拓党主義派は、くまりの廃止をかつて主張していたが、現在はくまりの存続を容認している。代々、 まりの自重を務める世話役は朝日新聞の取材に対してまりは実際に人々の信仰を集めているから伝統が続いているとしつつ時代に合わせて変化するのは当然で引退後も考えてまりに接している旨を説明している。ありがとうございます。